これでまあ、リュックまでっていうところですね。あとは、須崎がリャンピン引けるかどうかで、ジークイツ、イシャン、ドラドラでイシャンって言うんですからね。盛りました。これは休め裏ドラ盛りました。これ大きいですね。そしてこれ一気に親かぶりさせました。鈴崎ペース、そうですね、この一撃鈴崎がトップに出ました。そしてこの時点での2番手は浅見です。泉3番手で石井はラスメです。本4局です。現在トップに立っている鈴崎の親番です。ドラは9番。その敗敗はこちらです。3連敗順からの切り出し。これチートイプとかっこいいですね。ドラゴン9番石井がドラドラなんですね。しかしドラドラですが、この手はどうなんですか。赤いことは順ちゃんとかちゃんといくんじゃないですか。あ、そうですか。ローピン切ればそんな悪い手じゃないですよ。もメンズできてましたね。
はい、ですからね、実質的にはやはり、まあ、2人のマッチレースということになりました。まあ、